前また仕掛けた、仕掛けて中へ、さあウェディングシュート、コロキ追加点入りました、浦和レッズ。自身2得点目。いや素晴らしいゴールですね。やっぱ小前の仕掛けですよね。やっぱ縦に行くっていうのは、ね、はい、前からパス、さあコロキがスルーして関根、さあコロキいった、すごい、これもハットトリック、これで3対3。このスルーから始まって一旦止まったんですけど、動き直して、いやーすごい。思い切ってそこを行けるかですよね。縦へ行きます、家永、柔らかいボール、ヘッド、小林優シーズン21ゴール、チャンピオンと、そして得点王が見えてきました。も話していましたね、今日で最下位になるかもしれないと、絶対それは免れたいという話しています。先制ゴールの阿部、家永、クロス、決定的な3点目、小林優、これで今日2得点。また家永選手のゴールですね。中村、井出が来る、PK、PK 獲得、決めた、ハットトリック、今シーズンこれで23ゴール。